それではバヌ両首論の30回目ということで、ヒッグス機構について話したいと思います。はい、それではヒッグス場について話したいと思います。それで最初に量子電磁気学における対称性の破れを考えます。でまず準備するのが、複素スカラー場にゲージ場、これですね、ゲージ場を加えたラグラージャー密度をこのように定義します。でこれを共変微分等を展開してやるとこうなります。この時この丸一番はゲージ変性を持つので、このようなゲージ変換の下で不変となります。また K のエネルギーはゲージ場がゼロで、 Φ はシルクハット型ポテンシャルの規定となるので、複素スカラーバー Φ を真空 V とヒックスバー H を導入してこのように表現します。はい、それでは次のチャプターへ。はい、それではヒックス機構について話したいと思います。まず ① に ③ を代入し、 V が定数であることに注意して微分を行うと、まずこのように代入して計算するとその結果がこうなります。また ② のポテンシャル部分は代入するとこうなって、これを展開して計算するとこんな感じにまとめられます。よってこの4番と5番より全体のラグラージャー密度はこのようにまとめられます。それでこの項ごとに分割してやると、このゲージでヒックスで相互作用の項に分けられます。はい、それでは次のページへ。はい、それでは続きをやります。ここで丸6番よりラグラジア密度の各項について詳しく書くと、ゲージについてはこう、X についてはこうで、相互作用についてはこうなります。この時7番の2項目の係数、7番のここですね、この係数がゲージ場 A の質量 M に対応し、その質量はこのようになります。また8の2項目の係数、ここですね、これがヒックスパ H の質量 M に対応し、ヒックスパの質量はこのようになります。それで ① 番より局所ゲージ対称性が破れる場合には、南部ゴールドストーンボゾン、これは質量がゼロボゾンですね、が生じず、導入したヒックスパによりゲージ場に質量が生じた、これだけの質量生じたということです。それでこの質量獲得のメカニズムを、ヒックス機構と言います。はい、それでは今日はここまでとして、次回は電弱ゲージ場について話したいと思います。それではまた。